お兄ちゃんにはニーニーって呼んでんのよ。これもロリルイだった時なんだけど、彼女がさ、お家とかに来た時はさ、めちゃくちゃ邪魔してやったドアのところにさ、へばりついてさ、あの耳をさ、何話してるかなって見てさ、ちょっと静かになったらガチャッ、ニーニーこれ食べていいってちっちゃい頃はね、ブラコンだったのかもしれない。私のやんちゃ時代は、まあ、お兄ちゃんがシスコンになっててルイちゃん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 みたいな感じのね、立場が逆転しておりました。そうだから私がホームステイとかね行った時も、空港でさ、もう大泣きしててたった1ヶ月なのにさ、ぬいぐるみをさ、これニーニーだと思って毎日一緒に寝ろよとか言ってさ、気持ち悪いこと言ってさ渡してきてさクソ邪魔だなと思いながら、でけんだよぬいぐるみと思ってさ、抱いて寝ることはなかった。もうニーニーだと思ってって言われたらさ、これニーニーかと思ってさ、ニーニーなんだったら抱きつけないなと思って枕元に置いときました